昨日感染が確認されたのは、会津で四十二人、郡山市で四十人など。合わせて二百九十人です。感染者の数は三日連続で、前の週の同じ曜日を下回りました。年代別では、三十代が五十人と最も多く。ついで十代が四十四人などとなっています。入院は百十人で、重症はいません。病床使用率は。 県は、県内の感染者数は減少傾向にあるものの、インフルエンザも流行していることから、引き続き感染対策の徹底を呼びかけています。